3-1 Super Fight. Minowa Ma versus Guam Bom E. Awa, 188cm, 131kg.元韓国プロ野球選手韓流大魔神イグアンボム赤コーナー 175cm 89kg ミノワーミノワマン第7章初夢インサイ玉埼玉スーパーアリーナミノワマンは黒のタイツで入場してきた一方は韓流大魔神イーグアンボム韓国プロ野球トゥサンベアーズに投手として入団しプレーしてきました格闘技転向デビュー戦ですさあイーグアンボムを相手にミノアマン大晦日以来のリングとなりますさあゴングおっといきなり前転を打って出ましたミノアマンです鋭い眼差しでこのイーグアンボムを捉えているナビゲーターは井上若さんそして解説は高坂剛さん須藤元気さんでお送りしてまいりますさあミノアマンは大晦日はぐるぐると回る動きを見せていきました今度は前転をまず2度打っていきましたねまあ同様作戦ですよねはい。ガモン選手蹴りいいですねなかなか立ち上がりね、はいやっぱり須藤さんこの体ですからねそうですね、早く掴みたいんじゃないですかね1メートル88センチ131キロという前日の計量このイガンボムです右のストレートミノアマンのパンチさあタックルにいったミノアマンどうだ倒したテイクダウンに行きました今のパンチは使うので相手が打撃を警戒したんですよね、だから今テイクダウンが取れてるんですよ、ね、なるほどパンチからテイクダウンまでの須藤さんまずこの間合いですねはい、はい、スピードいかがですか良かったですね、はい、切れてますねさあ高坂さん、はい、この体勢ですけれども、はい、ミノアマンが上サイドポジション今横に突こうとしています左足を抜きたいですねはいまずは左足を抜いてしっかりあの横小固めに抑えたいんですよね、一方のこのイーガンボムまあもともとプロ野球選手ですからね、おっと腕を取りに行くミステリアスですよね、野球選手のさあミノアマンは今あの膝十字固めといってあの、はい、膝を決めるさあ伸ばすか伸ばすか伸ばすかミノアマン膝十字だ足を伸ばした膝を伸びている、はい、ミノアマン勝利韓国のイーガンボムを一瞬しましたミノアマン鮮やかな膝十字固め横について腕を一旦取ってその後さっと足に矛先を変えたそして最後はそのまま膝を伸ばしました第5試合1年の1分早かったですね膝の伸び方によりいや井上若さん、はい、若さんもねミノアマンのファンになったということを言ってますけど本当に取り込んでありましたし、今日は今回の試合第1試合を見過ごしてたと言ってるだけあってさすがの慶応でしたねちょっとあの入場の時にね、はい、あの落ち着いてんのかなって感じもしたんですけど、ね、いつもよりなんか冷静に見回しましたからね、そして高坂さん、はい、この膝十字ですかそうですね、もう完璧ですよね、あの膝の締め付けもいいですから相手が逃げられないんですよ、さすがの韓国プロ野球選手であったこのイガンボム身体能力も高くそしてまだ若い21歳、しかしながら須藤さんこのミノアマンのテクニック、はい、得意の足関節の前に完敗でしたもう全て早かったですね、今まで。そしてスタンディングリアルフィストが始まっています。ミノアマンは唯一あの格闘家にシュールを持ち込める人ですからね。なるほど、さあ来たこれがミノアマンスタンディングリアルフィストさあどうだおっとさあもう一度だ、お客さんにカモンカモンと、おっと埼玉総立ち若さんどう井上さん、いいですね、一緒に立ち上がりたいぐらいの気持ちでした今、いやー、おっと埼玉のこのスタンドがまるで波のように腕が上がる、腕が上がる。さあ来いと、今度はこちら1ラウンド1分25秒膝十字固め。